お客さん入られます。岡林里奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ段取りからやっていきます。まあ、結構ね、みんなガッとそれで、じゃあテストお願いします。はい、じゃあ行きます。よーい、はい。次はユージェンでご当地アイテム見つけた気持ちでーす。ちょっと、もう一回お願いします。これはね、セリフじゃない、はい、ちょっと熱がもう、これはね、狙いです。自分でこうモヤモヤしてるみたいな、はい、ちょっと中央の友達友情格好って なんだよ、はい、友情ね、アイカット、アイカット、はい、よーい、はい。ガエさん、昨日友情ねライブで名前呼ばれました。友情ね、何ですかそれ。私呼ばれてはい、カット、カットはい、友人のライブ中くらいの笑顔で、はい、友人のライブ中くらいの笑顔で、ちょっと、友人ねって何ですか。はい、友人ね、いや、ちょっと、はい、友人ね、あの、はい、友人ね、聞いてる、はい、友人ねだんだんちょっとあのイライラしてくる。はい、なぜかというと、ここの友人って何につながるその気持ちの高ぶりをちょっと取っておきたいなっていう、はい、うん、感じでいきましょうか。はい、はい、はい、よーい、はい、はい、友人のライブ中くらいの笑顔でー。ちょっと、友人って何ですか。はい、友人、あ、いや、ちょっと、はい、友人、あの、はい、友人、聞いてんの。はい、友人、聞いてますか。はい、友人、はい、はい、はい、カメラ、よーい、また、はい、ユージェネって何？はい、カット、はい、ユージェネって何？はい、カット、はい、プレバック、はい、失礼します。ユージェネで検索って言うんだろ、おい、おい、ユージェネってなんだよ、おい、アイカットだいぶ追い詰めちゃいましたね。はい、あります、よーい、はい、ユージェネで検索って言うんだろ、おい、おい、アイカット2回目の思いがたまんない。はい、監督 OK、 最終確認お願いします。かわいい、かわいい、大丈夫です、頑張りました。 OK、 はい、じゃあこのカット OK、 ありがとうございます。このカット OK、 おい、ユージェネ、あの、ユージェネの世界観を感じてごらん、聞こえますか。ユージェネは距離感ないんだから、距離感近づけて、近づけて、近づけて、聞いてる、聞いてます、ユージェネを感じてください。はぁ、じゃなくて、もっと言うじゃない、はいはいはい、じゃあもう、わかったわかった、もうエールを送ろう、エールを送りました、はい、あなたも、かわいいさん、あなたもありがとう、ほら、かわいいさん、あなたもありがとうって言われたよ、友人にありがとう、友人にありがとう、すごく幸せです、はい、もっと友人を感じてみようか、はい、カット、ありがとう、ありがとう、はい、嬉しい、ありがとう、拍手、拍手が出てます、拍手が出てます、見えないだろ、これちょっと確認させてください、ムービーの撮影は以上になります、はい、ありがとうございました、一日ありがとうございました。何回友人って何って言ったか分からないですけど楽しかったです。ありがとうございます、すいません、いただきます、お疲れ様でした、ありがとうございました。とにかくユージェネがどんなゲームなのか気になってしまう内容です、私のテンションの高い演技にも注目してください。今年に入ってから英語を習ってるんですけれども、昔はすごく苦手意識があったんですけど、やってみたらすごく楽しくて、なのでそのやってみなきゃわからないっていう面でもユージェネとすごく似ているなと思いました。
私はさくらちゃん推しです。あのやっぱりなんかその清楚なルックスと女子高生の制服で踊ってる姿がすごく魅力的だなと思います。私は沖縄に行ってみたいです。あの結構前に行ったことがあるんですけど、海も綺麗でご飯も美味しかったので行きたいなと思うんですけれども、今はちょっと難しいので、あのユージェネだと日本中移動し放題なので、なんかそこも魅力的だなと思います。私は料理が好きなので料理かなと思います。あの最近は本を買ったりしてレパートリーをすごい増やしています。あの舞台の本番中にセリフを忘れてしまって、本当に2分ぐらいあの沈黙があったことがあって、それがすごい失敗談です。今まであの女子高生だったりテンションの高い役がすごく多かったんですけど、あのダークな役とかちょっと暗い役とかをやってみたいなと思います。ゲームのキャラクターとコミュニケーションが取れちゃうなんて今まで考えたこともありませんでした。なかなか自由にお出かけできない中、このゲームなら東京にいても北海道にも沖縄にも行け、旅気分も味わえるので、本当にユージェネって何っていう感じです。遊んでみないとわからないと思うので、皆さんぜひ遊んでみてください。この度ユージェネの CM に出演させていただくことになりました。 CM を見てユージェネって何って思った方はぜひ遊んでみてください。皆さんこんにちは、川江里奈です。この度ユージェネの CM に出演させていただくことになりました。 CM を見てユージェネって何と思った方はぜひ遊んでみてください。